つでー。うゆつでー。さて島が完成したから夢見を更新するよ。おっついにだね。キキララのベッドがこの部屋に合うと思っておいたんだ。家にベッドなかったからちょうどよかった。で、キキララのベッドって寝れやんの？ベッドなのに寝れやんとかあるの？寝れない。そうだ、お外にハンモックあるからそこで寝よう。起きろ。しょうがない、一番影響が出なさそうな映画館にベッドを置いたよ。寝ながら見れる映画館とか最高。間違いなく寝るからまた見に行かないと。ウィンウィンだね。パソコン Wi-Fi 繋がってないのにあっさり終了。さて夢には案内所からなのでここからスタートします。旗は専用のものを書く枠がなかったのでこちらにしました。いいじゃんトカゲとお母さん。ちなみにこの案内所は喫茶隅っこになってます。まずはみんなの家、隅っこハウスへご案内します。矢印の道しるべがあるね。はい、矢印の道しるべに沿って進んでください。獣道の前で座のおかげで綺麗にできたね。感謝感謝であります。右側は隅っこ農園をイメージして作りました。スイカが増えてる。はい、こちらが隅っこハウスになります。みんないてるね。通れるように置けたので置きました。まずは奥から。朝です、置きましょう。まずはお着替えから。右側に何か見えるんだけど。何が見えるんだい？高級なキュウリだったような。猫草に水をあげたり読書したりお絵かきしたりします。あと揚げ直されたりします。ここでみんなのお食事ができます。楽しそうだね。誰が作ってくれるの？上の人かな。上？じゃあ上行ってみようか。行きたい。レッツゴー。上が喫茶隅っこになってるんだね。ここに座ってみんなを眺めてよう。パン店長とおしゃべりできるね。何のパンが好きなの？クロワッサンかな。サンドイッチキュウリマシマシで。お待たせしました。あ、隅っこマーケットリニューアルオープンしたらしいですよ。じゃあ行こうか。よし、私たちも行こう。急げー。はい、ここが隅の町商店街です。映画だと昼なんだけどね。仕方ない、パン屋さんとパン教室、クリーニング屋さん、雑草のブーケとお花屋さん、みんなが集まるであろう駄菓子屋さんとなっております。ここにみんな座ってお菓子を食べるんだよね。服の前で座を椅子に飾れたらよかったのにな。商店街を抜けると公園があって、井戸と池がある不思議な公園なんだよな。そしてこの公園を抜けると隅っこマーケットであります。リニューアルオープンなので花輪が飾られてますね。肉店に見えるのはフランだけかな。低回転だと思うけど。赤っ端。気を取り直して店内を一緒に案内しようよ。できる限り再現したスーパーだね。白クマはここで買ったのかな。ペンちゃん、ここにはちゃんと本物のキュウリがあるからね。うん、箱買いするね。推しのペンギンのために傘の前で座に手を出しました。ペンギンのどこが好きなの？全然好きじゃなかったんだけど、映画第1弾の飛び出す絵本と秘密の子を見て大好きになったよ。パン店長と豆マスターも買い物に来たのか。トカゲと猫は魚を狙ってるね。横から見るとただの傘。続いて奥を紹介するよ。おにぎりの代わりに握り寿司を置いたよ。揚げっ子たちのためにフライヤーがあるね。大きな換気扇を置いた方が良かったかな。そうだね、油でギトギトになっちゃうね。本物ペンギンも描いたんだよ。これが結構難しくてね。どの辺が？ペンギンと違って笑ってるんだよね。笑ってるようなくちばしにするのが難しかった。ふーん、描かないからわかんないや。私も前出た職人ではないからね。さて、隅っこマーケットでお出かけの用意できたから出発。どこへ行くの？着いてからのお楽しみ。たぬき商店は駅券売店なんだよね。電車に乗って寝たつもりで線路だけ見て走ってってね。景色見ちゃダメ？ダメ。こちらの駅は博物館なんだね。通りにくいけど矢印の道しるべを参考に抜けていってね。戻れってなってない？あれは帰りの矢印。さて問題です。ここはどこでしょう？1隅っこ、2カワウソと隅っこキャンプ、3スミッシーが出ると言われてる湖。正解は、全部でした。なんじゃそりゃ。だってここ隅っこだしカワウソいてるし、スミッシーの正体はトカゲのお母さんだし。この光ボケのスツールが淡い光で、隅っこ周りの明かりにぴったりなんだよね。この顔出し看板さ、うまく顔でやんかったんだけど。頑張ってトカゲとツーショット撮ってね。みんなとはこの辺に座ると一緒にキャンプ気分を味わえるよ。賑やかだね。さて名残惜しいけどそろそろ帰ろうか。もっといてたいよ。ごめんよトカゲ。ここは？頑張って1時15分ぐらいにここに着くと、ちょうど月からファイブたちが乗った船が見えます。あれは船？船に見えませんか？見えます。船が見えたなら追いかけましょう。この辺は作った本人もはっきり道が分かってません。しっかりして。頑張ったら通り抜けれるようになってます。急にここ通り抜けれるようにしようって思ったからちょっと大変だったんだよ。またここ通るのね。そうなんだよ。夢見できた瞬間昼で、10分後に夜になってくれたらありがたい。それは無理だね。さて宿日店の横を見てみると、肉いじりすな。どうしたの？あ、モグラ。
なんか通り過ぎていかなかった？行ったよ、案内してあげる。こっちだよ。ありがとう。わからなくなったら僕を探してね。了解。モグラを探せばいいのね。斜めの道しるべは右下を指してるね。じゃあトンネルを進んで、モグラがいてる方へ行けばいいんだね。この道が正解ぽいね。ここには何があるのかな？遊園地みたいだね。ここは映画青い月夜の魔法の子でみんなが魔法使いに会った場面に、タピオカパーク、お化けのナイトパークも一緒になってる感じです。作った時とちょっと株変わってるね。あの頃は無駄に新株飾りたかった時期だったから、落ち着いたのでできるだけ再現重視して買いました。ちゃんと魔法使いたちいてるね。メガネ難かった。そしてこちらもちょっと難しかった。特に白クマを驚いてるように描くのが、体が白いから加工しかないもんね。そして木の上にはファイブがいます。起きてるけど頑張ってメモってるんだよ。置いていかないでー。木の上で寝てたから間違えて青タピを連れて帰っちゃった。だからしばらくトカゲの家で暮らすことになったんだよね。トカゲの家までの道はリンゴと帝国のイメージ。あ、トカゲ本物だね。お花とバスケットを手土産にして持ってくよ。ただねー、夢見はわからないけどトカゲの家入れないの。ね、寝てるのか。夢見なら入れるのかな。もしよかったらコメントください。トカゲの家の近くに、ファイブがこっそり練習してた場所があります。なんでサメ？閉じたらサメが消失するから。さて映画はもう少しストーリーがあるんだけど、それは喫茶すみっことお家でのお話なので、こちらはトカゲの家からすみっこまで行きます。猫の兄弟に出会いましたの。どこかに抜け道があって、実はこの抜け道を見つけてくれたのはマーディー。なのでそれを利用して通り抜けれるようにしました。まあ8割はさっきの道。あれ？トカゲさんが空を飛んでどっかへ行ってしまう。早く他の皆さんに教えなくては。皆さん起きてください。トカゲさんが飛んでいきました。それは大変だ、急いで追いかけなくては。あっちの方向へ飛んでいきました。オッケー、行くよ。逃走に見えて実は近いんだよね。なのですぐに着きます。ゴール。ここでトカゲとお母さんはお星様の海の中をお散歩したのでした。めでたしめでたし。うんうん、よかったね。って違う。違ったっけ。ひよこが大好きだからこのシーンを紹介して。はい、冬になったのでみんなはクリスマスの飾り付けをやっています。そこにはひよこの姿も。嬉しい。この星はファイブの帽子の星だそうです。めでたしめでたし。何か抜けてそうで心配。あれ、魔法の国は？はいはい、みんなはここに来ないからね。この光ボケのバルーンの隣にツタがあるので、できたら手持ちカメラでお散歩してほしいな。できたらね。その方が後ろの建物が映らなくて綺麗なんで。しかしここを作るために追加してくれたんじゃと思うほど光ボケのバルーンの光具合が素敵。初めて使ったガゼボと拡張名の組み合わせに、ドールハウスが実は神家具だった。ツリーもリメイクが豊富で良かったね。お城を作ろうと思ったら遺跡のアーチだよね。灯台の光が半端ない。今まで全く使ってなかったオーナメント家具がここにはぴったりだった。見えにくいけど氷のツリーも灯台の後ろにあるよ。同じエリアは同じ系統の家具にした方がいいと思ってたんだけど、コラボもいいもんだね。住民の家を使うのも良かったね。この辺で魔法の国は終わりです。次は砂浜を案内します。ここは魔法の国の図書館です。ファイブを迎えに行くためにみんなが勉強してたとこね。この辺は昨日動画出したとこだからさっと。前でザワクが足りなくてただキラキラさせたとこね。そしてここは柵のオブジェ。タピオカパークだと思ってもらえたらいいな。でこちらはすみっこ関係ありませんが、どうしてもレア花の処分ができなかったので、模型とヒヤシンスのランプとコラボさせました。ジュン君もデートコースに使ってくれるみたい。ここ通りにくいんだよね。前の動画でギリギリ海沿い通れるって言ったけど、動かしたからできなくなっちゃった。こっちはハロウィンだね。ここではお化けを探してね。このトカゲは何をしてるのかな。浮き輪に座るといい感じに写真撮れそう。あつ森か行き高いと思われる砂浜の建物。竜宮城ね。竜宮城の裏にはエビ天女乙姫様じゃ。サンゴ邪魔だね。次は各部屋を案内。ちゃんと直しました。猫にもノリ眉を。照れてる。とんかつとエビフライの尻尾握りはクッション全体をお米にしました。バスタブが変わってあげっ子たちはマイデザになったんだね。床もマイデザ張ったよ。次はお花見だよ。この角度全部映っていいね。ここはなんだろ？お泊まり会なのかな？キラキラの星を見ながらおやつタイムって書いてるわ。ここは映画館だよ。スクリーンなくね？しょうがないじゃん、前出が湧くないんだから。そしてラストのお部屋がこちら。ふと気づいたんだけどこの店椅子ないわ。再現にこだわりすぎた。ちょっと見にっこ足りなかったり、直した方がいいところはこの動画アップまでに直しておきますね。あるある、編集中に気づく。今のところこの6項目です。これで完璧であってほしい。早く完璧に仕上げて破壊したいんだよね。だってこの島不便なんだもん。アッモグラの家と子犬と犬ごっこ&花畑に雑草を
紹介し忘れてたので軽くご紹介。行き方は秘密だそうです。あと今まで全く触れてなかった、すみっこ神社です。とんかつとエビフライの尻尾はアルバイト中です。行き方は？内緒です。長くなりました。個人としては島を完成させれてとても満足です。おめでとう。見に来て楽しんでもらえたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。